久保さんまあ今回卵にしましょうか久保さんがひよこなら僕は卵ですよね <laughs> まだひよこにすらなってないっていうねまああの10万本までまだ全然まだまだですねうんだからまあなんだろうなあのどれだけやったとしても初心忘れるべからずというかなんかその僕が前に進める理由って自分を下に見てるからですね うん、どうぞ下に見てください。あなたより下ですよ。だから僕がやるんです。っていう、すごくシンプルな構造で動いてます。この動画を見てるあなたよりキモいし、この動画を見てるあなたより頭悪いし、この動画を見てるあなたより、なんだ、バカだし、アホだし、間抜けだし、だからやるんです。だから頑張るんです。人より。っていう、すごくシンプルです。もうそれ以外なくないですかね。だって人より能力を取ってんだから、やらないとダメじゃないですか。 それでも人,人より能力を取ってんのに何人以上のね生活をしたい自由な生活をしたいなんかサラリーマンみたいな働きたくないってわがまま言ってんすからそのわがままを通すためにはやるべきことやんないと人よりもうすごくシンプルですなあまあだからできるのかなと思いますね常に常に下に見るっていうどうぞ下に見てくださいどうぞ笑ってくださいどうぞ詐欺師呼ばわりしてください どうぞ、なんだ、けなしてください。だから僕は頑張れるんです。いってらっしゃい。